ホーネットとは1984年10月、タミヤ模型製グラスホッパーの上級モデルとして登場した電動 RC カーである。リアのオイルダンパーシャーシに ABS 樹脂製バスタブを用い、大半のコンポーネンツはグラスホッパーと共有する。ただしリアサスペンションの構造は異なる。グラスホッパーは簡素かつ頑丈なリジットアクスルユニットスイングを用いていたが、 干渉にバネのみでダンパーを持たず、おまけに縦運動しかできないものであった。ホーネットではオイルダンパー装着となり、加えてギアボックス全部の視点を上下稼働とすることで、ロール方向の動きも可能にしたローリングリジット方式とした。フロントサスペンションもグラスホッパー同様、ストラット方式であったが、ゴムの摩擦を利用したフリクションダンパーを装着していた。 ボディ材質も変更され、ポリカーボネート製となり、約 100g の軽量化にも貢献した。当時一般的だった540モーターを標準で搭載しており、ボールベアリングこそ装備されなかったものの、9800円という、グラスホッパーのアルファーの価格で販売された。1991年に生産終了するまで、約7年間、累計生産台数約80万台。 総販売台数約30万台というロングセラーモデルであった。13年後の2004年9月、キッコーマンマン上昇中トライアングルの20周年キャンペーン検証商品として復刻された。その後、2004年12月7日よりタミヤから復刻版の販売が開始された。2005年1月上旬にはタミヤ主催のワンメイクレースも開催された。 コーネット登場当時はまだ現在のような電気式のスピードコントロールアンプ等は広く普及しておらず、一般的にはステアリングを切るサーボモーターの他にも1機サーボモーターを搭載し、3から4速に分けられたコントロールスイッチをロッドを開始作動させることでスピードを制御していた。コーネットは月間コロ,コロコロコミックで人気のあった漫画ラジコンボーイに登場するスーパードラゴン。 ファイヤードラゴン、サンダードラゴンのベース車両にも選ばれさらに人気を博した。当時の主力であったホットショットやブーメラン等を押しのけてのことだったので、ここでも基本性能の高さが証明された。あとに 4WD のサンダーショットにその座を奪われるまで活躍した。1993年12月8日にホーネットの進化版に相当するスーパーホーネットが発売された。 ありがとうございます。